ランニングを始めたばかりの初心者さんに。大丈夫、絶対走れるようになるから。1日5分でもいい、いや1分でもいいんだよ、いやシューズ履くだけでもいいんだよ、続けたら絶対走れるようになるよって言い続けてた私が。お前がやれよ、5分でも1分でもシャーペン持つだけでも本開くだけでもいいからお前がやれよと逃げてたことがありました。それがイングリッシュ。結論から言いますと、本日の動画はできるできるできると自分を信じよう、そしたらやっぱり世界は変わっていくと、こんな動画を熱くまた語っていきたいと思います。ということでセブの学校で、ということでセブの学校で勉強し始めて1週間、初めて外出た、初めてずっとこの中でね生活してたんですけど、でなんでまた英語なのっていうところで、もうちょっと外来たからもう超全部覆ってんだけど、めちゃくちゃ日がすごいのよ。なんだけど母はコーチ、日本のコーチなんですけど、父え、ヤギいる、え、ヤギいる、ヤギ、え、犬だあれは、ワン。父はね台湾人数で11人兄弟、2人だけ日本に渡ってきて、残り9人は40年前にアメリカに行っておりまして、なのでおじさんおばさんはもちろん、いとこ、まあ、いとこの旦那さんだったりとかね、みんな英語を話すんだよね。だからもうちっちゃい頃から私は英語が喋れるようになりたい、喋れるようになりたいと思って、高校もそういう英語が強い学校を選んだんだけど、そこで挫折しました。そうなの。そして立ちの悪い挫折でした。今思うと立ちの悪い挫折でした。私は何を思ったか、学校が悪いと思いました。ひどい、いやもうこんな風に思ったか分かんないけどね、この学校に入れば英語喋れるようになってたのに全然できないじゃんみたいな感じになってて、ただ振り返ればねめちゃくちゃいい学校だったし、生徒同じ同級生もねかなり多くの子がね英語を使う仕事についていて、まあ私はただ努力が足りなかったというか、本当に何回も言うんだけど努力しないつもりはなかったんだけど、努力の仕方が本当に分かんなくて、何をしたらいいのかが分かんなくて挫折しました。でね、ランニングを始めたことによってなんかできなかったことができる、私もできるかもしれない、あれもこれもなんかチャレンジしてみよう、できた、チャレンジしてみよう、あれできた、私もなんかできるかもしれないって思えて、かなりねその高校生から年を重ねたんですけども、英語もう一回やろう、私今できると思って今勉強3ヶ月目、まだ3ヶ月かーいみたいな、こんだけ言っといてまだ3ヶ月かーいみたいな感じだと思うんだけど、3ヶ月目セブンに1ヶ月留学っていうのをね、もうちょっとここでベース作りたいなと思って思い切ってやってまいりました。これでカフェラテ、これで400円ぐらいかな、うん、日本よりちょっと安いっていうぐらいの物価の感覚です。何回かね動画とかで言ってるんだけど、本当に昔はないない、私にはない、私にはない、私にはできないっていうマインドだったから、本当にチャンスがあってもなかなかつかめなかった。だって今もうみんなもびっくりしてると思うけど、海外に親戚いるなら行けよって思うじゃん。私ね行ったことないの。しかもね飲食店やってるので、もしね私が行きたいなって言ったら、向こうでねお手伝いとかをしながら衣食住面倒見てもらって、まあ、向こうで学ぶとかもね、全然もうめちゃくちゃアドバンテージ持ってたのに私はできないと思ってねやんなかったのよ。だから私のいとことかはもちろんアメリカに行って、まあ、4年間でもう英語ベラベラになって帰ってきて、でこうもうほんと最近まではですね、あのいとこの金魚の糞みたいになって全部通訳してもらう、いとこがいなくなるともうドキドキしちゃうみたいな、イエスイエスみたいな感じで親戚とも話してるって、情けないでしょ、もう情けない、情けないんだけど、まあ、過去のことを言ってもねもうどうしようもないし、今こうやってなんかチャレンジした自分を本当に頑張った私、そしてランニングでいつもねコツコツ続けようねって言ってるけど、もうそんないきなりはさ走れないように、いきなり英語ベラベラにはなんないから、それはもう自分でもそう言い聞かせて上達してたらいいなと思いながらね続けていきたいと思っております。っていうかなんかやってる自分が楽しいし、やってる自分が好きだし、やっぱりできるできる、いつかできるようになるかもしれないと思って、未来をこうワクワクしながら思い描きながらあの勉強するってめっちゃ楽しいね。なんか私本当に勉強嫌いだったっていうか、もうやり方本当に分かんなかったからやってないんだけど、本当にやってない、もう恥ずかしいんだけど本当にやってないんだけど、
なんであんなに勉強しなかったんだろうって、あんなにね先生、未だに覚えてるバディ先生っていうさ、アメリカから来てる先生とかいて、もうめちゃくちゃ喋ってくれたのに、もう私なんかもう日本語で喋りかけてたもん。もうなんでだったんだろう、あんなチャンスがあったのにって思うけど、まあそれがね若さかな。今もねクラスメート18歳とかさ20歳未満の子多いんだけど、まあ、そうするとやっぱね授業来なかったりとかするのはね、まあ若さかなってね、自分のお金で来るとね感覚違うよね。ね、すごい景色、もうセブ島リゾートだからさ、すごいいいとこ結構あるんだけど、まあこんな感じで今日ねこんな動画を撮りたかったのも、このチャンネルみんなと一緒に進んでいきたい、もうこれ始めた時から一緒だからね、みんなと一緒に成長していきたいって書いて、それを掲げて私やってきました。で本当にみんなのおかげで諦めずに一歩一歩進めてきて、本当にみんなに心から感謝してます。そのお礼も言いたくて今日ちょっと動画を撮ってて、本当にみんなありがとうね。いや私は本当一人だったら絶対に途中でサブスリーとか負けやめてたし、応援の力ってすごいなって、だから私も力をつけて、あと応援、お前が応援してもお前が頑張れよって言われないように、私自身も頑張って努力をね続けていきたいと思います。こんな感じで、これ寮の部屋なんだけど、21歳コリアンな子と一緒に寮生活してます。ちょっとあと3週間なんだけどね、ちょっと楽しく頑張って帰っていきたいと思います。皆さん一緒にこれからもうたらんチャンネルで突き進んでいきましょう。合言葉はできるできるできる。じゃあねー、バイバーイ。 Just do it。 今あなたの頑張りが未来にきっとつながってるから、 AAO AAO、 どんなに苦しいと